さて、はい、ここからは天下統一バトルということで、うん、まあ要は波動の時を9セット継続させて天下統一した方の勝ち。それまで帰れない。帰れないの？その大丈夫？風呂敷広げちゃって。帰れないはちょっとまずいんじゃない？あの帰らないといけないから。あ、そうか。じゃあなるべく頑張る方向で。なるべく頑張る方向で。じゃあどちらが天下人に近づけるか。うん、じゃあ早速スタートしましょう。行きましょうか。はい。これ今本願寺って出たけど、基本的にここはそうだね、基本的な順番は一緒かな。やっぱりその中央から徐々に進出していくっていう形を持ってるから。では参らん。俺も貴重やろ。でもキャラはそっちの方が多かったよ。今ボーイさん3人いたの。延長だ。あんまりそっちに繋げるのやめてください。結構ね、あとはね、セリフエースの内容とかも継続してしてるような気がする。赤文字とかが頻発すれば、そうだね、継続のチャンスかもしれない。相手の武将が強気だったりとか、ちょっとやべえのかなみたいな気がする。さあ、倉庫行ってる間に、お、早くも合戦ですか。はい、合戦です。鉄砲いいじゃない。結構ね、攻撃パターン重要だよ。敵の攻撃で弓だね。弓、あ、ほら熱いよ。そして一騎打ちですね。通常だね、通常パターンだけど、まあ展開がすげえ良かったからね、さすがに継続するんじゃないかな。やりますな。まず一人。足かぶ。足かぶ。ゼロ。じゃあ俺もちょっと追いつくわ。うん、結構ね、赤字が出てたんですよ、赤字が。ほら。おお。まあ、ビビりまぐるですわ。ああ、虎柄。これは。やっぱり乳銀さんで虎と言ったらもう最強ですから。うん、ほら燃えてらっしゃる。赤い。あえての、いや、あえての。ちょっとドキッとするけど、まだまだまだ。まだ大丈夫だから。あえての第三停止です。よかった。危ないよ。ひとまず互角ですね。ひとまず、え、もう帰っちゃうの。延長で。あーか、もうこれ継続ですよ。俺システムできない継続。自分だけですよ。ちなみにこの足利義明っていう人は、うん、まあずっとこう凡庸なっていうか、あんまり優秀じゃないって言われてたんだけど、最近ではその歴史学的に見直されて、実はすごい優秀な武将だったんじゃないかって言われて。ちょっと歴史知ってた方が面白いね。じゃあ歴史知ってた方がやっぱ面白いね、うん、あれ、ちょっとふんわりと待ってた。ふんわり、違う、こういうね、一見弱そうな演出とかね、サクッと中止止まるからね。この辺はやっぱりね、これね、花の刑事からそうだったんですよ。あー、揃わず。いや、でもこれまあ乗るでしょうし、うん、チャンスが広がったよ。おお、いきなり柴田を飛ばして三井で行ったから、ね、ステップ3。多分ね、そういう段階飛ばして相当熱い、うん、いや、そういう企画に変える、こういうバトルに変える、いや、変えてもいいぐらいの。残り3から300でしょ。ちょっとずるくない？そういうバトルじゃないからね。あ、俺もちょっと緑が来たよ、緑が。あ、弱チャンスない。あー、なにこれ。レインボー、レインボー、レインボーだよ。ってことは、あ、これ切腹なんですよね。
今ほらあのジャクサン姫ギリギリのタイミングで引いたから、うん、なるほどね。ああ、ヤボちゃんですわ、ヤボちゃん。おーおーおー、トイバトルに変えようか。上乗せ天下統一バトルでいいじゃないの。今みたいなパターンはちょっと嬉しいな。一回ダメだと思わす通りにね、最終ゲームでヤボちゃん発動っていう。お、ジャッチャンス。あ、始まってしまいます。あれ、ヤボチャンスからのラッシュ突入はならずですけれども、バトルの本質には戻る。お、お、もうボーナス。超強いだよ。熱いね。まあこれはもうもらったでしょ。あらららら。随分トラ柄に恵まれてます。これ継続率とかかもしれないけど、これ2連続でこれトラってちょっとヤバそうだよ ね。いきなりの天下見ても見えるよ。マジでやばいやばい、300乗せてるパターンなかった。俺の足止め作戦がこうそうだ。継続、継続のことだね。もう3分の1クリアですか。いやもう中央はね結構制した、うん、次は武田信玄だ。さあ俺は武田軍、おそらくねここはなんか一種の剣神になりそうな気がするんだけどね、武将の強さ的にも。あの徳川家康、まあ天下人になった徳川家康が、うん、あの武田信玄と三方ヶ原の合戦というのをやった時に、有名なあの城に逃げ帰る時に脱奔したっていう。それぐらいビビったっていう。あ、お、ちょっと今までにない緊張感のあふれる。熱い。おお、ビビっとります。もうちょっとこれやばいよ、ノー君。これもうちょっといいっすか、俺天下取っちゃって。いや、まだわからないこれだってもうトラトラトラだよ、もう。ずっとなんかトラが出ちゃうじゃないか、これ。カイのトラをトラで撃つって。そして、俺の、あー、これもうやばそうじゃない。もうだってオープンラス確定ですよ、もう。それ自分の話でしょ、それは。え、お、赤。あ、これでちょっと継続勝ち取るんじゃない。よしよしよし、ただ遠いんだ。よしよし、まあひとまず継続をね、そうだね、確定させた状態でぶん回そう。さて、北条はちょっと俺は打ち倒すね。平治のセリフはなんかやっぱ熱そうだからね、相当ね、うん、あーもう連続攻撃ですわ。これ、いくんじゃないの、マジで。また取られるんじゃないの、トラ。え、また取られるんじゃない。出るかもよ、トラ。これなんですか、これ。これなんなんだね、なんか。いきなりだから、そういうえげつないモードみたいなのがあるんじゃない、うんうんうん、それに行っちゃってる可能性あるよね。すげえな。これで、5戦目は毛利ね。この小金さん。あららららら、ら、え、結構来るね、ショートフリーズ。あ、ジャックチャンスですか。ステップアップ。あら、あれ、そしてこのタイミングで届いそうじゃない。ねえ、届いませんでした。そっちのタイプ。そっちのタイプ。これヤボチャンス強いな、やはり。これプラチューが逆に熱いっていうのはいいですね。赤い来たか、よし来た。
と勢いつけますか。じゃあ信長の野望における理想的な天才じゃないどんだけ俺は自意識過剰なんだみたいになってるでもね、基本10じゃないっていうか、20、30があるんだよ。熱いね。ラボーラッシュが終わった。あれ、しょぼくね。いや、今あえて抑え気味に打ったもん狙ってできるのか。さあ、参らん。なんかでもあんまパッとしない人だよね。元成、うん、そんなことないよ。あ、ほんと。あの3本のやつあるんですよ。あ、はいはいはい、うん、あ、あの人か。あの人、あの人。長男と次男と三男がこう力を合わせるようにそういうエピソード、はい、1本の矢では折れるけど3本の矢では折れないからお前ら協力しろよ、うん、あー、これはやばいよ。すごいな。やらせみたいじゃん、ね、やらせなの。いや、やらせじゃありませんやらせだとしたら俺だいぶ やらされてるんです。やらされてるんだよほらほらほら、やばいやばい。さあ、あと残るはもうあと四国と東北と、あ、四国とあと北陸と東北と九州4つか。俺今のところ順調にトラガラが出まくってるわけじゃない、ね、トラガラが出なくなった時が超怖いんだけど。確かに。超速度。ちなみに信長の野望ゲームやるときは大体超速度だ。え、信長の野望のゲームやるときって信長を選ぶんじゃないの。いや、俺はね、超速度。あー、やば、怖い怖いよ、これは。ちょっと待って、こんなところで終われないよ。団体的全然俺あんない。もう勝つと思ってね、見て。あ、大丈夫大丈夫。あ、弱い、大丈夫。ちょっと、あー、やばいんじゃない。いやいやいや、マジかー。惜しかったね。完全に油断してたよもう油断大敵、振り出しに戻ると。いや、マジか。絶対いけると思ってたね。危ねえ危ねえ。やはり天下人への道のりはそう簡単ではないと。そうだよ。まあでも大好きな長宗神に伝われたから本物ですよさあさあ、一転して僕はちょっとリード。そうだね。しかも結構確定性がないもんね、今日もね。やべえな。あれ、いや、いいよ、いいよ。あ、また足止めしてくれるんですかいや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 、おぉもうちょっとだったのに。すごいぞ。いやー、マジか。20。ベル引かなくていいから、もうやっぱゴッドランドすごいですね。よせ。50、50。せっかく100キットだったのに。あっという間、あっという間に元通りですよ。はい、はい、100。90。バウゾロしてますからね。よし。お、ケージ。やっと、やっとだよ。いや、でも2セットで1000枚か。まあまあ、だからセット連しなくても。そうだね。体力獲得に体力。十分。よし。武田のおっさんと、うん、あ、赤い赤い赤いけど青青。ああ、
マジか。まあ我々二人の器量では天下人になるのはちょっと難しいと。無理。あの今日時々じゃない日だ。そう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 。でまあ僕の手は豚なんで、まあなかなか難しかったっていうことで。今回は特別にプレゼン用の機械をお借りいたしまして、はいはい、今僕の代も京くんの代も天下統一目前の、あと九州を制圧すれば天下統一と、島族も倒せばいい、そういうことですね、はい、状態になっております、うん、ただしですよ、まだ島津軍を倒せるかどうかっていうのはわからないんで、ああこのワンセット、我々の本当の力が試されるワンセットです。ここがガチね。じゃあガチで、じゃあ早速ですね、天下人チャレンジ始めたいと思います。はい、悔いの残らないようにね。さあ天下統一をかけた最後の戦いにということで、いやここまでお膳立てされたら天下取りたいよね。ねえ、だいぶ底上げされてるから、ね、だいぶ底上げされてる。いやいよいよ決戦の時が近づいてまいりますよ。そうか、悪いけど俺から先に天下取らせてもらう、うん、実際これゼロゲームになると島津を倒して天下統一に行くエンディングか、うん、本能寺の変が発生して志半ばで倒れるか、その2つのエンディングに分岐するらしい。じゃあもうゼロになったその次ゲームの演出がかなり大事、かなり大事ってことですな。さあ始まるよ。じゃあ一緒に見守ろうかな。何が出るのね。そうですか、ね、我天下を取りに参る、これが天下人の姿、本能寺にある。ってことは撃たれたと、撃たれる、撃たれたの、撃たれるの。見つけて貴様。なるほどね。俺はこんなお膳立てまでしてもらって天下取れないの。どうにございまするって言われた。いやこれはちょっとリアルですね、この無本っぷりは。この心の背中まで倒れる悔しさで、あるか。いややっぱ信長すごい、ぜひもなすって言えないもん俺。でも俺も太刀を持ってきてほしいけどね。いやこれ信長の気持ちがわかるよこれ。これはまたね、新たな意気込みを持って、うん、もう一回天下統一に臨もうって気になるわ、うん、悔しいわ。悔しいね。我が野望は夢幻の子を叩くのだ。悔しいよ狂言。いや俺の仇を取ってくれ。取ってやるよ。マジ悔しいなこれ。二人揃って一人はやめよう。ねえ、若干こうスタジオ内の空気も重くなってる。重くなる。あいつマジか的な空気にもなる。殿！最高。よろしくお願いします。いきます。おお！あれ？だって合戦始まったもん。本当だ。いやちょっと鳥肌立ったよ今。え？こう。ほら、あらあらあら、あら、我が野望の前に敵なし。さあ、こっからが真のエンディングでしょ。こっからは真のエンディングが見せていいのこれ。やめとく。まあ見ようよ。始まった。かっけえ。今まで倒したやつらもね。そうだね。今川義元はね、桶狭間ゾーンで出てくるんだね。天
家の出世人羽柴秀吉、合戦の鬼柴田勝家、新領遠謀明智光秀、忍従の将徳川家康、殿とともに森蘭丸。殿とともにってね、立ち込みかわいそうだよね、この人だけね。もうちょっとなんか殿とともにって天下統一、殿、天下統一おめでとうございます。いやいや、ありがとうありがとう。いやまあね、だいぶバックアップを受けた天下統一でしたけれどもそこ上げされまくった上でのね、はい、ただこれ天下統一すると、うん、天下人にふさわしい大きな得点があるらしい。来世でも天下統一できるかもしれないみたいな状況になりますからでも天下統一で結構コイン持てるけど、さらにまた増やせる可能性が高いと思う。 で、ね、でもちろん僕はちょっと明智についてに謀反を起こされましたけれども、もちろん9セット達成の得点チャンスはあると思います。まあやっぱりそのゲームももちろん天下統一を目指して国づくりしたり軍を調整したりってやってるんだけど、そのリアルさがやっぱり詰め込まれてるなって結構感じました。信長の野望ずっと子供の頃からやってるんですよ。いやだからこそ悔しい次で、あそっか、もう次ゲームやるとき絶対について投与しないと解雇してやります。僕はもうちょっとね歴史を勉強してから打とうかなって。そうだね、ART 中のちょっとした会話ウィンドウ出てくるあの武将がどっち側かも分かんなかったから、うん、はい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 、あれ知っといた方がちょっともうちょっと熱くなれるか。そうだね、だから、まあ、今後はこの発信をきっかけにこう歴史に興味を歴史に興味を持っていただく合戦って言ってますけどねほら見てください、リアルでしょ。本能寺の変動終わったの1ゲームに合戦来ましたから、やっぱりチャンスあるってことなんですよ、うん、おそらくね。まあ、それが お届けしたかったためにあえてちょっとカコンってやったんですけどちょっとびっくりしました拙者心出し半ばで、うん、倒れてしまいました。あ、そうですね、本能で、はい、ここはやっぱり信長公の、うん、気持ちになって一刺し待ってもよろしいかな。あ、じゃ あの僕太鼓やりますから鼓ね、鼓ね、鼓ね、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、ポンポン、ひとたび正を受け滅せぬもののあるべきか、ポン、だからやんない方がいいと言ったんですよ。だってこれネットってことは世界中に報道があるかもしれないと思うんですよ全国の小田さんからすごい苦情、もう本当ね、下手したら打ち取られる可能性があるんでこんな恥ずかしかったら商売ありませんそれではまたお会いしましょうさよなら